ンポン。こんにちは。あかねちゃん、何しとるんや。うわあ、なんやどうした。そんなトマト食べたかったんか。ビビビビビビ。どうした、ついに頭が。うわあ、キモ、うちキモ。うわあ、なんかあかねちゃんが二人いる。え、うちが二人、うちが二人でーす。お声はどういうことだよ。この偽物に成敗してくれる。いやあ、多分だけどそっち本物じゃない。お前何者よ。無期正体を表すやな。メタモンです。なんだメタモンか。いやメタモンかじゃねえよ。なんでこんなとこにメタモンおんねん。でかめがおかしい。運命が先日、野生のオオキドかここにいろいろ話してましたね。野生のオオキドってなんだよ。おい、メタモン以外にやべえの逃がしてんぞ、止めろよ。先生そんとき何してたんやって。うわあ、今度は先生が二人いる。でもそんな違和感ないで。問題はそこじゃねえ。ビビビビビビ。よし、こうなったらメタモンを捕まえるで。まずは奴にダメージを与えんとな。行くで。あ、私本物です。こっち本物かよ、てめえ、ふざけんな。ふざけてないですよ。いつも通りでしょ。くっそ、こいつ普段の行動がメタモンそっくりだ。お任せください。ついなちゃん。今日はボトルでメタモンを弱らせればいいんですよね。まあ、そうなんやが。まさか。お願い。お。あ、おい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 。あかん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 。じゃあ、退避、まさか退避。あかん、強いやつを見せたらダメや。弱いやつに変身させな。一番弱い人を。まあ、葵が適任やろな。お姉ちゃんのくそんだこでしょ。なんで違う違う、うち強いもん、強いもん。やりましたね。メタモンがアカネちゃんに変身すればなんとか。うちになってる。まあ、確かにこの中だとうちが一番か弱いもんな。しゃあない子やな。おいおい、バーサーカーより強くなっちまった。どうすんだよ。しばき回すぞ。地球滅亡や。おっと、怒っちゃうぞ。うん、ついなちゃん、葵ちゃんどうしたんや。あの、あれ、うん。キャー、脱ぐな、脱ぐなボケ。カメラ止めろ。あの後なんとか捕獲に成功し、きっちり大木戸に送り返すことなきを得ました。マジ疲れた。ちなみにあかりちゃんのハレンチ撮影にも成功しました。おいてめえ、それよこせ。